本来ヨガは自然体になることで癒されるもの。大自然の絶景の中で行えば、その癒しの効果が高まります。例えば海でのヨガは、適度な湿度と塩分が体を潤し、効果を高めるとも言われています。そんな絶景の中で行うヨガが大ブーム。でも実はお家にいながら絶景ヨガが体験できてしまうんです。その方法を私芥川舞子がお伝えします。3万人が学んだカリスマヨガヴィーナスが教えるお家で絶景ヨガ、初回は腰痛対策。まずはヨガのポーズ中に行う呼吸から説明していきます。あぐらもしくは座りやすい体勢で座りましょう。お腹に手を添えます。鼻から息を吸った時に胸を膨らませます。鼻から息を吐いた時にはお腹をへこませます。このように呼吸を繰り返します。吸う時も吐く時もなるべく均一に滑らかに呼吸をします。頭の中では海の絶景をイメージしましょう。では次ヨガのポーズの実践に入ります。仰向けに寝ましょう。膝を立てて仰向けになったら、息を吸いながら両手を頭の方に持ち上げます。同時に足を天井の方に持ち上げます。この時膝を少し緩めていて構いません。伸ばしすぎないように気をつけましょう。またお尻が浮かないように背骨をしっかりと床に沿わせることにも意識を向けます。次の吐く息で両手で膝を抱きかかえます。この時も無理に引き寄せようとしすぎて腰が浮いてしまわないように気をつけましょう。次の吸う息で両手を頭の方に持ち上げて、膝を立てて足は腰幅程度です。腰を床から離します。腰が反りすぎないように、吸った時にお腹がへこんだ状態を維持します。次の吐く息に合わせて膝をもう一度胸の方に両手で抱きかかえます。これを1セットとし、呼吸のペースに合わせて繰り返します。この動作をもう一度繰り返します。さあ海の絶景を思い浮かべましょう。しっかりと足を真っ青な空に向かって蹴り上げます。絶景をイメージするとより効果が高まりますよ。ご自分の心地よいと感じられる呼吸のリズムで行いましょう。心地よい波音を思い浮かべて、そして感じてみてください。終わったら手足をほどいて、仰向けでリラックスしてお休みの体勢に入ります。全身の力を抜き、3回ほど深い呼吸を繰り返しましょう。それでは最後に呼吸法と瞑想で締めくくります。あぐらもしくは座りやすい体勢で座ったら、今日は片鼻呼吸法です。片方の手の人差し指と中指を折りたたんだ手の形を鼻に添えます。まずは親指で片方の鼻だけ塞ぎ、空いてる方の鼻だけで吸います。吸い切ったら反対側に切り替えて吐きます。吐き切ったらその鼻のままで吸います。吸い切ったら反対側に切り替えて吐きます。これで1セットとなります。さあ目の前の海を感じながら繰り返しましょう。
最後は自然な呼吸とともにリラックスして座った状態で過ごします。今回のおうちで絶景ヨガはここまでになります。また次回お会いしましょう。今大ブーム、大自然の絶景に包まれてヨガをする絶景ヨガトリップは BSTBS で近日放送。